皆さん、衝撃的なニュースが入ってきました。なんとこの度、瑞希ちゃんが結婚することになります。おめでとうございます。マジで正直俺は耳を疑いましたよ、最初。え？みたいな、この時期にみたいなのはちょっとあったんだけど、まあでも結構ね、本気だということで、僕らとしては瑞希ちゃんの気持ちを尊重しようということで、まあ応援することにしました。まあ去年ぐらいから付き合ってる人もお付き合いしてて、はい、で、まあ、一般の方らしいんだけど、なんか有名な方とかじゃないんだけど、こう普通の仕事についてる人でしょ。はい、サラリーマン。サラリーマンさんと、で、なんと妊娠もされてるということで、はい、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。ね、ちょっと衝撃的でしたけど、まあ、お付き合いしてるっていうのはちょっと聞かせてもらっていたんで応援してたんですけど、まあこのタイミングかっていうのはね、ちょっと正直その事務所の社長としてはね、まあこれからの時にどうなんかなっていうのは結構これまで何日か話を重ねてきて、でもまあそれでも結婚して子供を産みたいっていうことだったんで、まあじゃあ皆さんで祝福しましょうということですよね、うん、はい、素晴らしいことです。うん、で今後も活動を続けていきたいっていうことなんで、まあいろいろ大変だと思うんだよね、これから。10ヶ月とかだっけ、11ヶ月とかだっけ。今月10日です。え、10ヶ月と10日。ああ、なんでまあそれまでにこうだんだんこうお腹がでかくなったりして、なんかね、いろいろ大変なんだと思うけど、まあ、できる範囲で活動とかしてったり、子供を産んだ後もまた復活するってことだもんね。そうですね、子供も YouTuber にして。いや、まあ、ちっちゃい時だけ、赤子の時は。逆にちっちゃい時は見せるの。本当にその今言ってるだけで、うん、視聴者さんとかファンの方々の次第って言ったら変ですけど、あ、反応次第ね。はい、次第なんですけど、まあどうなんでしょうね。大衆心理を知ってる僕からすると半々ぐらいなんじゃないかな。ちょっと衝撃が強すぎてみんなマジでっていう人もいると思うし、そうこう結構視聴者からしたらさ、ストーリー性がないから突然誰だみたいな、相手の人もね、だからそういう気持ちもあるだろうし、これから飛躍していく姿も見たかった人もいるだろうから、ファンの中ではまあなんか怒りではないと思うけど、ちょっとショックの人も多いと思うんで、それはでもそれも含めて決意したということなんで、まあそれもね、こんだけなんか今さ、いい時にそっちを選ぶっていうのはまたすごい選択だと思うしね。まあ人として俺好きだけどね、そっちの女性としては、そういう人の方が大変でしょうけど、両家ご挨拶みたいなのもすんで。まだです。まだ。はい。年上の方だっけ。はい、はい、幸せそうで何よりですよ。うん、よっしゃ。両家ご挨拶まだ、まだ、挨拶は行ってます。ああ、両家 の, あの顔合わせはしない。はい、あ、これから、ね、へえ、セリネちゃんかと思ったら瑞希ちゃんだからね。まさかの、うん、まさかのとこ来て思いっきりカウンターぶちかまされてる。ほんとね、ノンタイトルの撮影終わった後に電話来てドッキリかと思った最初。YouTube の撮影かと思って。そうですよね、マジでぶったまげだよ。なんか YouTube 始まって史上一番のドッキリみたいな仕掛けられましたよ。まあ、ドッキリじゃないもんね、でもそれが。そうですね。なんか想像もしなかったんで、マジでビビって。でも2日ぐらい経ってもネタバレしてこないんで本当なんだっていうことで。瑞希ちゃんって何歳だっけ ?24。今23で、今年24。ああ、まあ23か。じゃあまあ。平均じゃ平均で。平均か。最近ちょっとバンコン化っぽい流れだからちょっと分かんないですけど。東京だと早いです。うん、東京早いんだ。あ、東京だと早い方です。ああ、東京だと物価も高いし、なかなかちょっと踏み切れない消費する。まあとにかくでもおめでたいことなんで、僕たちからしたらしっかりねお祝いして、まあなんか仕事とかもできることを探していきたいと思うんですけど、なんか年間契約とか何本かあったじゃない。そういうのは全うしながら、はい、まあ、何系の YouTube だと投稿してるのか分かんないけど、
モデルとかの夢はもう諦めたってことだもんね。デザイナーとしてはやってるけど、そうですね、 100% 諦めてはないんですけど、本当にでもなんか需要があればこう体験すぐ戻してやりたいなっていう感じなんですけど、もう本当にそこに尽きるって感じ。まあでも結構子育てとかで大変じゃない多分、でも想像するより大変だから、なんかまあ1年2年とか多分それどころじゃないと思うんだよね多分ね。そうですね、当分活躍は多分いれなくなると思うんですけど、いつかね、また僕らがもうやってないかもしれないしね、3年後とか YouTube ね、そもそもが、もしやっててで、まあ一緒にこう MA には所属したまま活動していくっていうことなんで、まあ、またそういう姿がね、また見れたらいいですね、はい、って感じか。でも衝撃すぎてみんなびっくりしてるよ。そうですね、マジでびっくりしてると思う。しかもこのサムネで俺と結婚したみたいな思われてさ、タイトルは結婚しますでしょ。結婚します、もう絶対てかでもな、みずきちゃん結婚しますっていっか、俺もなんか一定数疑われても嫌だし、むしろ。いや結婚しますでいい、 YouTuber だね君、いや君 YouTuber だねそれはもう結婚しますですね、重大発表、住みかっこだね。いや、住みかっこじゃなくいらんないじゃん。結婚しますが強すぎる。全然わかる。マジか。っていうドッキリなんですけどねって待ってますよ。だこのドッキリは良くない。だいぶ選手で。ガチファンの人は待ってるんですから、そのことを。まあなんか僕も複雑な気持ちなんで、おめでたいけどちょっと複雑。うん、いやめでたいでしょ。めでたいけど、まあ、おめでたい。やっぱその俺も有名にしてあげたかったから、うん、もっとね、そうそうそう、てかまあそういうので来たじゃん、うん、そこの部分的にはまあちょっと親心的には悲しい気持ちもちょっとありつつ、寂しい気持ちがあった。まあでも本人が選んだ道なので、まあ応援したいと思います。はい、そこに関しては私も申し訳なく、申し訳ないわけなんて言うな。まあまあ、いやまあ別に見返りとかは求めてないかったから、その水木ちゃんが選ぶ道だったらそれが幸せだったんで、ね、いいんじゃないかなと思いますけど、まだただ後悔とかないかどうかだけが本当に心配で、後悔はありませんということなんで、まあ末永くお幸せにということですよね。結婚式やるの？はい。じゃあ、石さんか、友人スピーチは。何、親戚だけでやるの？いや、身内と、あと、本当に仲いい友達と、あと、多分向こう側がお世話になってる忙しいの人とか呼ぶと思うんで、なんか来ていただけるなら。あ、俺ニャスと登場すればいい。ニャスタコして。ニャスも服着せてね。ぜひ。いつですか？いつ頃ですか？あ、でも出産が終わってからになるんで。あ、じゃあ結構先だね。はい、まあ、楽しみですよ、でも来年ですか、ね、じゃあ、子供を MA プロモーションに入れますか？確かに、子役、子役部分、子役に進みますか？めちゃめちゃ可愛いだろうな、いつちゃんの、まあ、お相手の方をね、見たことはないんだけど、まあ、年齢が何だっけ、30何歳だよね。30、俺の年上でしょ。33? はい。あ、じゃあ俺の2つ年上なんだ。まあ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 幸せそうで何よりですか。言われたよ、一言どうした、ちょっとメンバーからもみんな一言ずつさ。ビビったっしょ。まあビビりましたね。あ、はい、その妊娠のことはいつ言ったんですか。言ったっけ。いや、あの、ああ、ちゃんから聞いた。もうびっくりしたっすね。びっくりだよね。びっくりっすね。まあ、おめでとうございます。はい。どうですか。いや、本当おめでとうございます。顔がニヤニヤしやがって。顔にじゃつきやがって。おめでとうございますしかない。え、後ろでは聞いたんすか。いやいや、俺も多分さ、みんなと一緒に、はい、みんなと一緒に撮った方がいいよ。ずっと兄ちゃんにいちゃしてさ、
変なコメント来るでこうやって立ち上がすと。ああ、まあまあそうですね。撮ってるよ。いや、いらん。え、タイマーは俺でも衝撃でしたね。衝撃だよね。そのマタンでもデザインの仕事とか絡んでるから、ちょっと割と早めに聞いたよね。そうですね、タイマーさんは何番目、イクルさんの後に一応広告させてもらいました。だいぶ序盤に聞いてて、もうたまげた。まあでもミリーちゃんが選ぶなら、うん、それはもう、まあ、そこに尽きるよね。そう、最初はさ、妹のようにもう可愛がってきたじゃん、うん、もうそれはもう応援するしかない。そうですね、うん、その後もうそれだけです。ちょっと厳しいコメントとかも来るかもしれないしね。まあね、両方来ると思いますけど、まあ、ミリーちゃんが選んだ道を応援するってことには変わりないですから、うん、我々いや、重いです、僕は。イッサンのぶったまげた。いや、私多分一番最初に聞いたんですけど。あ、そうなんですか。そうですね、仕事もちょっといろいろ検査薬が反応しましたから聞いたので、うん、はい、と思って確かにな、年金の仕事とかね。そうですね、確かにね。まあまあまあ、その仕事の関係でもあるから、うん、ただのなんか友人だけではないからさ、うん、そっちのいろんな厳しいことも多分西さんは言ったと思うし、はい、でもあれですよね、とにかくお前さん、なんでそんなに言えないなんでそんなに言えないの。嬉しいじゃん。嬉しいは嬉しいけど、だからその視聴者の方も含めてみんななんかこう複雑な気持ちになると思うよってこと。あ、まあまあそれはね。でもさ、だからこれはさ、今後 その人生、瑞希ちゃんが幸せな姿を見せてくれたらさ、はい、だんだん良かったんだなってなってくし、視聴者もさ、こっちの道選んで良かったんだなって思うし、はい、まあなんかね、複雑なのって心配な人も多いと思うんだよね。本当に大丈夫って、なんか後悔しないって。で、まあ、僕はあの多分人気が結構落ちるってことも言ったし、今まで通りとはちょっと違うと思うんだよね、いろいろ。で、なんか応援してた人がショックこう裏返ってアンチに変わるかもしれないし、まあ、今まであんまアンチとか多分いなかったと思うけど、なんか普通の人より少なかったじゃん、はい、イッサンとかの方が絶対多いから、はい、ね、間違いなく、うん、ズバズバ言うじゃんで、まあ、そういうファンの声っていうかアンチの声とかも増えたりはすると思うけど、まあ、それもちゃんと伝えて、それでもあの自分の選んだ道を行くということなので、本当におめでたいことであるんでね、もう皆さん祝福していただけたらと思いますけどね、はい、ありがとうございます。すごい衝撃ニュースで、ヤフーニュースがバンバンなりそうだよこれ。なるだろう ね、うん、以上報告でした。温かく温かく見守っていただけたらと思います、はい。